ひどい。イーサン、イーサン、ねえ聞こえる？ひどい熱だわ。傷の手当てをするから服を脱がすわね。腕がひどいわね。傷を消毒しないと。医者じゃないけどできる限りのことはするわ。傷は消毒したわ。気がない。今は待つのみね。起きることを祈って。気分はどう？あんまり。
どのぐらい寝てた？3時間くらい。なぜよくしてくれるんだ？知り合いでもないのに。そうするしかなかったのよ。放っておくわけにもいかないし。不眠症でここにいるって言ってたっけ？ええ。ここ何ヶ月かちょっと嫌なことがあってね。忘れてしまいたいようなことばっかり。我慢はしてるんだけど、難しいわね。こんな状態であなたを見つけるのは2度目よ。まるで命を狙われてるみたい。何が起きてるの？マフィアとのトラブルとか借金とかそういうこと？マディソン、君には本当に感謝してる。でも君自身のためにも何も聞かない方がいい。手伝えることはないの？これは僕の問題なんだ。君はもう十分に助けてくれたよ。そう、行くわね。お大事に。